WBC 世界一になりましたういやもう立派な世界一あそうですか、はい 山田さんは年日本連覇の時のの時ピッチチングコーチでした、はい、WBC ご経験があります、はいはい、その山田さんから見ても立派な世界一あ立派だね戦いぶりもそうだしもちろんそれは、まあ、優勝してくれたってことはこれが一番なんだけども何た、えー、ってねこの日本国中に影響力与えたっていうのはねすごいインパクトあったこの WBC は視聴率もとんでもないことになってましたそうでしょはい,いやそれはは視聴率出るはずだわ <laughs> あの戦いとね<っ>あのスター軍団とねそしてあの侍ジャパンたちの何よりも私は嬉しかったのはなあなかなかできないんだね国際大会になればかなり厳しくシリアスに神経質になりがちな国際大会いやなりますよなりますよねすそれは普通ですよく日の丸の重みなんて言葉も我々も使うんですが、うんうん なかなか思い描いたように動けないものだという、うんうん、緊張感プレッシャーで。まあ チームの中にはいましたよそれはねなかなか結果出ないとか涌井、はい、がないとかっていうのはありましたけどもただあの今年のこの2023の侍ジャパンたちのベンチからプレーから一人一人の表情から見たらね、はい、本当野球をね心臓楽しんでるっていうそうですねそれを感じたからあれみんな引きつけられたんだトップレベルの才能の皆さんが野球少年の心でやってるような、うんです 子供がね。野球を楽しんで、これはちょっとね。オーバーかな。そうまあ、そうだよね。うう子供の時に野球を始めて、ええ、投げたり、打ったり走ったりした。はい、あの楽しい野球をね。ええ、世界の一番最高予報の舞台でやってた感じもするよね。うん おそらく皆さんプロ野球選手なので当然野球というのは仕事という認識はあるんでしょうけどもそれをさらに超越するとまた原点に戻るような野球をシンプルに楽しんで最高の仲間たちと時間を共にする幸せみたいなものを皆さんが感じてらっしゃったんでしょうねだからね2009年のことを言えば、はい、あれだん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 試合を重ねるごとにそういう雰囲気になっていったんだよね。お 日本,日本ラウンド東京ラウンド終わって、はい、そしてサンディエゴ行って、はい、そしてサンディエゴからロサンゼルスつって、はい、こういう,こう勝ち進むことによってチームがこうまとまって最後のピークでこう行ったっていう感じなった、はい、今年のチームは最初からあったねあそうですね1次ラウンド東京ラウンドで感じたのはヌートバー選手が非常に明るくて彼が打ってそうそうペッパーミルパフォーマンスもあって。<laughs> 大きかったねルトバーバのの存在っていうのはね <laughs> 正直最初どんな選手なのかもよく分からず日系の方でお母さんがよくテレビに出てて日本人の方なんだっていうぐらいの認識だったんですけどどんどんまさにチームを引っ張っていきましたもんね彼が。日本人の持ってるこの行儀の良さみたいなのとね、はい、それからアメリカの人たちが持ってるあのファイティングスピリットこの両方を出してくれたから。<laughs> それれれは受け入れられるよねねチームにこう日本語も覚えたてのものをなんとか一生懸命喋、えー、りながら、うん、明るくお行儀の良さとあれ日本人が一番好きじゃないな <laughs> あのちょっと外国から来た生意気なやつはちょっと日本人引き受けないじゃない <laughs> それこそ新外国人選手が12球団各チームに来ますがちょっと日本人にはなじめない恩恵な態度を取られるともう人気は片落ち <laughs> ですよねチームに溶け込めないそうですよねそういう人は大体活躍できないそうですよね、うん、ところがヌートバー選手はそれが全くなかったなかったですだけど本当に彼を選んだっていうのはまたゆらめたってあのなんだっけ大谷君の,、はい、あのマネージャーか誰かが、はい、栗山さんんに紹介ししたって言うんでしょうそうですねそれで見に行ってそうあれしたら、うん、あこれはいいんじゃないかっていう話で代表連が決まったって言うんでしょ そうですね。最初は、いや、日本にいるじゃないかってみんな言ってたじゃない。そうですね、一番センターという選手だと、うん、たくさん日本にもいるだろうと、そういう意見が多かった。えー、ところがもう始まってみたら、彼の影響力がすごいねそうですね。若田さん、忘れてならないのは、はい、このチームを作ったのは、えー、ダルビッシュですよ、この雰囲気を。最初から来て そうだ最初メジャーリーガで唯一来てそれであの若手の人たちに声をかけたりこうやって投げるんだとか教えてやったりこれみんなすごいよねあのダルビッシュさんだっていうテンションも高くなるし、うん、で私が知ってるダルビッシュは「ああ」じゃなかったのよ。<laughs> 2009年そうですダルビッシュ投手リリーフに回し彼が活躍しましたそのずーっと横で見ていたのが山田さんですからそそうですそうでですす14年前のダルビッシュをよく知ってるのは山田さん一月間一緒に行動したわけですからああいう感じのキャラクターじゃないから全然もう自分の世界で生きてるっていう感じ人は人<わ> <laughs> 私は私のことをひたすらやるっていう割と 一匹狼ですしプロ野球選手のある意味あるべき姿というか自分のことをやればいいだろうというスタンスだったんですねそうですねそういう感じでしたまあ実際はどうかわかりませんよ、はい、そういうふうに見えましただからあの2009の時の時はね ダルビッシュとよく話したのは田中のマー君とかね。まあ<ー>年下でしょはい,は,いはい、はい、はい。それとね、涌井。とかね。はい<ー>。三四人だけ。あ<ー>やっぱりね。和田さん、こうグループこう分かれるんです。<laughs> 野手もいるし。投手もいるし,いるしで、ね、何が、したかった、やっぱりイチローですよ。ああ<ー>。イチローの存在がすごかったから。 イチローっていうのはああいう孤高の名プレイヤーという感じですよね。一人であの一人で。ジャパンの侍ではあるけども今年の侍とちょっと違うもんね。そうですね。侍っていう言葉は2009年の方がなんかっりしくきますだからみんなこう悲壮感漂わせて刀を寄らば切るぞみたいなねそういうね雰囲気あったんだけども今年はねやっぱダルビッシュがよくまとめた。 いつの間にか彼が最年長になり若手のピッチャーからそして実績バリバリの選手から野手から全てをまとめていっただって若澤君もずっと取材とかいろいろ見てたでしょうけどあの大谷翔平がですよダルビッシュさんダルビッシュさんダルビッシュさんって言うんだよそうですねダルさんのおかげですとかこれがまた憎いとこなんだよなあの男のな。 勝てるんだよね大谷はやっぱり誰からも嫌われませんね <laughs> 嫌う嫌う要素,要素がない要素がない山田さんが本当にこのコーナーでもよくおっしゃっていたのはそういった国際大会を勝ち抜くチームで当然プレーで引っ張るのも大事なんだけれども、うん、そうじゃないところでのまとめ役っていうのがものすごく大事なんだとそれが今回ダルビッシュだったっていうことなんですね,ねしょっちゅうあれだらしいよ食事会を開いてたらしいよおそらく彼が全部奢ってるんでしょう、ね、もちろんもちろん もちろんもちろんあれはねだい大体年配のね高級りが出す毎日ですもん毎日で全出席者の分ですもんね一回に百万二百万の金でしょ一回百万二百万一ヶ月続くと彼らの期待しそんな大きな金じゃないのよそんな大した事ないだって近近い用事一時で来るぐらいだよ一人でそうですねそうお金じゃないお金じゃないやっぱり 勝ちたいって自分は最年長だ注文まとめたい、うん、そうすれば自分の野球人生の記念ですよねダルビッシュにしたら<ー>一生思い出に残るこの WBC ですよね2009年も彼大活躍したけども、はい、今回はまた今回はね実際ダルはあんまり良くなかったですよ結構失点する場面も多かったですもんね私も見ててねダルビッシュらしいボールは少なかったあ<ー>まだやっぱり調整段階ねうん やっぱりあの宮崎来て早めに来て調整しようと思ったけどもそれよりもやることが彼にはあったってことだ、ね、うわうん、うん、そしてあのシャンパンファイトで口々に「ダルさん大好き、うん、ダルさんありがとう!」みたいなのを後輩たちが言ってるといううれしそうだったもんねそれでダルビッシュは良かったんでしょねそうそれで自分の仕事はそれが一番大切なことだ大事なことだと思ったんじゃないですか本当に大人になりましたよ いやい話ですねだからこの2023年の世界一になれた要因の一つはまあ大谷が頑張ったとか吉田がよく打ったとか誰それが頑張った村上がいいとこで打ったというよりもチームのみんなが頼りにしたのはダルビシだったとああいう人が一人いたら首脳陣は楽だよ